はい、皆さん、こんにちは。ギサと申します。本日は鎌倉殿の13人第27話の徹底解説をしてまいります。まあ、一週間ですね、参議院選挙の関係で空きまして、今回から本格的な後半戦ということで、今回もしっかりと紐解いていければと思います。今回は全部で8つお話しさせていただければと思うんですけれども、まずですね、今回の27話を見て、改めてですね、三谷さんの歴史の捉え方というか、絶妙な塩梅でですね、歴史のこの行間というかですね、それを示しているなと思いましたので、そこから紐解いてまいります。まあ、どういうことかというと、例えばですね、冒頭、後鳥羽上皇が今回初登場いたしましたけれども、後鳥羽上皇冒頭でどんな話をしていたかというと、頼朝の死についての考察をしていたわけなんですよね。まあ、後鳥羽上皇のもとに、来ている情報と、彼自身が、頼朝と会った時、まあ、4年前って言っていたかな、時のですね、話をこう見た中で、まあ、落馬したのではないかというふうなのが、まあ、我々にもこう史実として伝わっているわけでございますけれども、落馬っていう言葉自体は後鳥羽上皇には伝わっていないんだけれども、水をすごい飲んでいたと。なので、まあ、直接的な言葉はなかったけども、糖尿病説であるとかそういった説とかもありますので、まあ、そういった諸々から意識を失って落馬したのではないかというような推測をしておりました。で、ここのシーンっていうのは、実際その糖尿病説だったんだっていうことなんです。我々視聴者にそれを伝えるっていうことよりも、糖尿病説であるとか、あとはその落馬、なぜ落馬したのかっていうのが、そもそもその吾妻鏡の部分に、まあ、記されていないと。というか、まあ、その、なんで頼朝死んだんだろうね、自体がその、後世にも、我々にもその、詳しく伝わってきていないわけなので、まあ、その中において、まあ、そういった説っていうのも、こう、唱えられているというか、こう、伝わってきたり、予想されていたり、まあ、この現在においてもされておりますので、まあ、それをこの後鳥羽上皇にさせることによって、まあ、後鳥羽上皇のそのちょっとインテリ感っていうのを、まあ、人物造形として匂わせつつ、まあ、そういったことも言われているよねっていう諸説をここにもこう散りばめるっていう三谷さんのこうハイセンスかつ、まあ、歴史好きの方々への配慮っていうのがですね、こう行き届いているなというような描写となっておりました。まあ、ちょっとまだ弱いので、あと3つほど言っていき、話進めていきましょう。偽物のドクロの部分も非常にうまいなと思っていて、まあ、これその偽物っていうのは前実際そのドクロ出てきた時点でほぼほぼ分かっていたことではあるんですけれども、偽物でも本物としてしまえば、まあ崇めるものになるし、それがその鎌倉を まとめるものにもなるというような話が今回まあ政子から説明がありました。で、これってやっぱりその史実において、これ鎌倉時代って話ではなくて、まあ、我々に伝わってきている史実において、これはもう日本史だけじゃなくて、各国、世界史含めてだと思うんですけれども、まあ、模造品とは言わなくても、なんて言うんだろうな、この、これはその歴史における、なんちゃらの、じゃあそれこそですよ。ちょっとこれは不謹慎な例かもしれないけれども、例えばじゃあ、エジプトのそのミイラとかが、これは誰々のミイラですっていうのも、そのものとしてしまえば、そのものとして伝わるわけじゃないですか。偉い人はこれは誰だのミイラだって言って、それを歴史書に記しておけば、そのままこう後世に伝わってくるわけじゃないですか。だから別にエジプトのミイラを疑ってるわけじゃないけれども、多分史実にはこれは誰々の何々っていうふうに言って、実は違うんだよって、当時のそのなんていうの、こう今回のドクロみたいな感じで当時のストーリーとして決められてしまって、そうやって後世まで伝わっているものってありそうじゃないですか。絶対あるじゃないですか。1個か2個。別に鎌倉殿がどうこうとか、日本の史実を疑ってるとかじゃなくて、絶対あるでしょ、世界中で見た時に。っていう風な感覚も、この散りばめることによって、うん、なんかあるあるだよねって、その、まあ、現代においてもね、なんかあるじゃないですか。そのなんかありがたき、こう、ものとして、こう、伝わっているけれども、実はなんかそうでもないとか、それこそお宝鑑定団的なもので、全然値段がつかないものとか含めてですけれども、なんかそういったところとか、まあ、使っているのは面白いなというふうに思いましたね。で、合議制を作る理由と13人の決まり方に関してもそうで、まあ、合議制っていうのは、その、まあ、例えば、吾妻鏡であるとか、様々なものとかをこう読み解いていくと、まあ、例えば、この歴史、詳しい方とかが説明しているものだと、それこそこう頼家の、まあ、ちょっと暴君的な部分というか、独裁的な部分というのを制限するために、まあ、13人の合議制が作られましたよみたいな感じのこととかもこう唱えられて言い伝わってきてはおりますけれども、実際今回の鎌倉殿の13人では、まあ、頼家がもう大変そうだから、それを助けるために義時が一肌脱ぐ、それがまあ合議制の始まりだったわけじゃないですか。なのでこれってすごいふわっとした動機ですよね。なんならちょっと心情面というか、
頼家助けてやるがっていうちょっとこう同情であるとかそういったところ含めての動機なので、なんかそういった事象って歴史記録にあんまり残らないじゃないですか。感情の部分っていうのは要はそのなんていうの、感情を削ぎ落として客観的に史実として伝わる部分、まあ、東鏡は創作残ってるってすごいは多いと言われるけれども、でもここまでそのふわっとした動機っていうのは残らないわけなので、でもなんかそれっていうのは三谷さんからした時に、まあ、当然ですけども、まあ、今の政治判断とかもそうですけども、情っていうのはやっぱちょっと入った判断っていうのは絶対どこかしらでされているわけなので、こうだったかもっていうのを三谷さんが想像の中で紡ぎ出していって今回のようなまあ脚色になるので、いや史実ではこうではないはずだみたいな感じでこう怒り狂う方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、こうだったかもっていうのを紡ぎ出す三谷さんすごいなというふうに思いました。それこそ13人の決まり方もそうで、まあ、13人のメンバーをこう紹介しているね、さまざまな歴史解説書とか歴史解説動画とかを見ていくと、まあ、北条派だから引き派だからとかさまざまな文官だからとかいう理由で非常にこう客観的に解説されて、だからこの13人になったってことが示されることが多いですけれども、それも同じくふわっとした時だから、今回で言うとまさにこの後ろの場面写真ですけども、比企能員が俺も入れろっつったら北条と時政が感情的に俺も入れろっつってそれぞれの派閥というかその仲間を引き連れていくって、これも非常に感情的な部分ですよね。だからそのふわっとした動機で増えて13人が決まっている状態なので、それも実際そうだったかは分からないけれども、まあ、こんな展開ありえそうだよねっていうようなところでまあ描かれているので、そこは面白いなというふうに思います。それこそなんか論功行賞じゃないですけれども、まあ、現代の、まあ、例えば政治においてもまあ、これは別にどの政権、どこの政党の政権においても、なんかすごい仲間内でこう集めてるよねとか、お友達内閣だよねみたいなこととかも、たまにね、揶揄されたりするけれども、まあ確かにそれはそういう部分もあるんじゃないと私も思いつつ、まあ仕事できればいいんじゃないって私はタイプですけれども、まあなんかそのこうだったかもっていうのを紡ぎ出しているので、この辺もなんかだから、三谷さんのその歴史の考え方、なんかそのほら、義経が鵯越の坂落としの時に、本当は鵯越を馬で降りてはいないのに、あの馬で降りた方が見栄えがいいから、そういう風に歴史として伝わることになっちゃってるけど、歴史はこうやって作られていくのだって義経がドヤ顔で言っておりましたけれども、そういったその歴史の作られ方に対する三谷さんの考え方っていうのが、まあ、鵯越の一件と今回の、まあ、この4つの件を見ても、あ、三谷さんってやっぱ歴史ってこういう風に捉えているから、だからなんていうんだろうな、がっちり史実で考えている人からするとまあ、ちょっとこう煙たがられたりとか、あんまりこう鎌倉殿の評価していない人が、いやこれは史実と全然違うんだみたいな感じでこう怒ってる人とかもまあ見受けられますので、まあ、それはなんかそういったところのもう考え方、歴史に対する考え方の違いなんだろうなと、説がどうこうじゃなくて歴史というものをどう捉えているかっていうところでの違いなんだろうなと思ったので、いや創作するとしてはもう100点満点の本当にこう脚本家だなっていうふうに改めて今回の第27話を見て思いました。じゃあその上で、まあ、今回から源の頼家政権がっつり始まりましたので、源の頼家についてまずどういう人物なのかということをですね、改めて紐解いていきたいと思います。ちょっと私の動画では様々なところでお話ししていますけれども、まあ、今回第27話放送後に公式ホームページの方にも、まあ、新しいあの金子大地さんのインタビューが掲載されておりますので、まあ、NHK 出版等から出ているガイドブックでもですね、インタビュー出ているんですけれども、新たな言葉が出てまいりましたので、それらをもとに改めて整理してみました。4点。まず、世間的なイメージ。それこそ、鎌倉殿の13人が始まる前から、源頼家っていうのを、まあ、様々な歴史書であるとか、歴史解説書で、詳しくご存知だった方からすると、まあ、大体の方、それこそこの金子大地さん自身が脚本を渡される前に、まあ、様々な史実書、歴史実解説書を読んで思ったイメージというのは、自己中心的な人物だというふうに、まあ、金子大地さん思ったようなんですよ。あとは世間的によく言われているのは暴君であるということを言われておりますけれども、まあ、頼朝に比べると非常に評価が低い人物であるというようなところが世間的なまあイメージであります。まあ、なんですけれども、ドラマでの狙いとしては金子大地さんこのようにご発言をされております。台本を読んだらとてもピュアでまっすぐでとにかく若かったんだなと思いました。いきなり将軍を任されたら誰でも難しいよなと。三谷さんからは頼家を嫌われ者にしたくないと言っていただいたので、彼のそういう必死さが刹那的に見えたらいいなと思っていますと。
なんでこれをもとにこういうふうに解釈した上で金子大地さんは意識して演じられているということでございます。まあこれ私あの他の動画でもやっぱりこう若いその18歳19歳20歳ぐらいで将軍今でまあ無理やり置き換えると総理大臣をいきなりやれって言われたらいやそのうちやるよって言われていたとしてもそんなね頼朝の急死後にそれをやれって言われたらまあ厳しいですよ。まあなんかあの視聴者さんからのコメントでいや当時の18歳19歳ぐらいは今でいう30何歳だからそれを考えたら後鳥羽上皇と比べたらその幼さというかまあ言葉選ばないでそのねあの能力のなさ低さっていうのが際立つんじゃないでしょうかってコメントもいただいていたけれどもあの私がずっと若いって言ったらやっぱりこのねあの要は金子大さん自身がまあ若かったんだなというふうに解釈されておりますのでそういった形でも私としてもまあ若かったという形で基本的には解釈をしております。まあ普通にね30歳って考えてもね30歳です皆さん総理大臣やれって言われてできますかというか日本の総理大臣が30歳でついた人はいるのかよっていう話なわけでございますので、まあ、30歳として捉えたとしてもいやー厳しいですよねってところですね。でまあ後鳥羽上皇との比較で言った時に関しては後鳥羽上皇に関してはそのまあ天皇だったところから上皇に移っているわけでございますけれどもそこはその要は急死によっていきなりそのある日突然すぐにね、上皇になれって言われた形であるとかではないし当時の天皇と今の天皇と違いますからね、まあ、そこはその違うので、まあ、一概に比べるのはちょっと難しい部分があるんじゃないかなと思いますし逆にでもその比べた上での後鳥羽上皇の方がちょっとインテリ感があるっていうのはそれはそれで多分あの解釈が間違ってないと思うんです。実際今回の後鳥羽上皇冒頭で初登場しましたけれども、まあ、冒頭のところで要は推理をしたりとかちょっとこうインテリ感というかまあ頼家に比べるとすごい落ち着いた感じ年齢で言うと3歳差ぐらいしかないんだと思いますけれども見えていたので、まあ、その辺っていうのはまあ、その捉え方は間違ってないけどまあでも若いっていうか普通よこっちが普通で後鳥羽上皇の方がこうインテリしてると、まあ、そんな後鳥羽上皇も義時に今後破れるんですけれども、まあ、そういった流れでとりあえずドラマでの頼家の狙いというのはこういった形ですね。なんですけれども、で実際今回の第27話見た上で、結構、そうは言っても捉え方が分かれたんじゃないですかね。私としては、やっぱり若いからこういろいろ暴走しちゃうし、悪気なくやってんだろうなっていうふうに思った部分っていうのはもうインタビューめっちゃ読んでるので、金子大地さんのインタビュー全部読んでるので思うんですけれども、そうは言っても、まあ、最後のところで13人衆を一切信用しないで、自分の連れてきた若手6人衆を信用しようとしたりとかってとこ含めて若干暴君的なイメージっていうのも垣間見えているのは事実だと思いますしその要はこの2番のねこの話を聞いてもいや言うても結構微妙じゃねっていう風な印象その要はよく思わなかった視聴者さんも多いんじゃないかなというふうに思います。一方で私のようにまあ若いとこんなもんだよねっていうふうに思う方もいらっしゃったんじゃないかなと思うんですけれどもつまり多分解釈が割れるんですよ視聴者さんによって歴史詳しい詳しくない全然関係なく視聴者さんによって解釈割れると思うんですけれども歴史自体はそうですよね。そもそもそのほら歴史で伝わってきてる人物で例えばよくある話ですけども歴史詳しい人の中で一番好きな戦国武将誰って誰誰いやお前それ好きなのなんでえだってこうじゃんえそうかみたいなこう盛り上がることとかもあるじゃないですか。そうつまり歴史に伝わってきている人物、なんなら今生きている様々な政治家であるとか、著名人であるとかね、その有名な経営者であるとかもそうですけれども、人によって評価、捉え方って割れるんですよね。なので、人によって捉え方が割れる。そう捉える人もいそう。暴君と捉える人もいそう。かわいそうと思う人もいそう。鼻で笑っても、若えなっていうふうに思う人もいそうと。人それぞれによって意見が割れるっていうのが人間だし、それが人物の評価でありますので、そのね、そう捉える人もいそう。暴君と捉える人もいそう。若いと捉える人もいそうという、絶妙な塩梅で人物造形がなされているので、いやうまいですよ。やっぱりだからこの歴史における諸説でどういうふうに解釈取れるようにもこう三谷さんでしているのでそれこそね未だに論争になってますけどもほら義経本当は死んでない説ね鎌倉に送られた首はもう腐っていたからあれ本人の首じゃないの持ってきたってバレねえって本当は義経は生きているみたいな説とかもありますけれどもまあ義経も出ないけれどもねもう死亡となってるんでドラマでは出ないけれどもでも生存説を信じている人もいるわけでございますのでそういったいろんないかようにでも捉えられるように頼家の人物造形もなされているということでだからその冒頭のところで話した通り歴史の作られ方上げ意味のところと同じで三谷さんのその懐の深さというか
いかようにでも解釈させる脚色ってすごく勇気がいるし、もうプロ中のプロだなと思いますよね。やっぱりその全然プロであっても才能がある人でもやっぱりこうほら解釈って、なんなら間違えた解釈をされないように丁寧に記述していったり説明していったりするって、まあ、論文とかでもそうですけれどもあるじゃないですか。でもあえてそれをこういろんな捉え方をできるようにその余白っていうのを作っている、すごいなって改めて思いますよね。はい。じゃあその上で義時の本音探求ということで、今回の27話放送後に公式ホームページに小栗旬さんのロングインタビューがですね、このタイミングで掲載されまして、でまあそれらを紐解いてプラスして、まあ NHK 出版とかで出てる公式ガイドブックであるとかを紐解いて、プロフェッショナル仕事流儀とかの映像も紐解いた上で、義時、まあ27話の時点でそれぞれの人物に対してどう思っているのかってことを整理いたします。まず亡くなってしまった頼朝なんですけれども、まあ、頼朝亡くなって今どういう状況かというと、まあ、これはもう我々視聴者、予想通りですけれども、まあ、心にぽっかりと穴が開いた状態であると。で、まあ、頼朝と義時の関係っていうのは、まあ、信頼関係がありましたけれども、上下関係の中においてやはり采配を振る人間の秘書的なポジションであったというような形、これ小栗旬さんの言葉ね。なんで秘書的なポジションであったので、まあ、それを考えると秘書が仕えている人間が亡くなったら、その後処理を終えたら、まあ、そのままその仕事を辞めるっていうのは一つの考えとしてはありですよね。まあ、後任がその要は血筋であった時にそのまま引き継ぐ場合もあるけれども、まあ、だから伊豆に帰ってのんびり暮らそうと一回思った政子に止められたけれどもっていう、まあ、ここはまあ解釈通りという感じ、解釈か予想通りという感じですね。じゃあ、まあ、今回からがっつりと、政を始めた頼家に対してはどう考えているかというと、これもまあ大体イメージ通りです。まあ、交通整理に基本的には徹すると。で、あと頼朝が一人に大きな力を持たせてしまうと、これ一人ってのは御家人ね、自分がどう、鎌倉殿っていうんじゃなくて、御家人一人に大きな力を持たせてしまうと、バランスが崩れるということ、これ、乳母府とか決めるときの話でございましたけれども、っていう話が出ているので、実際、比企だけとか、梶原だけとかじゃなくて、まあ、北条も入りつつ、人数は結果的に増えすぎてしまったけれども、まあ、13人のご犠牲にすることによって、13人の御家人が中心的に、中央の政に関わるっていうことは、それを分散するので、結果的にはバランスがいいんじゃないかと。まあ、だから人数は増えて、もちろん打ち止めはしたけれども、まあ、交通整理で何人衆っていうのを作っていったっていうのは、この言葉に基づいて、まあ、最初はまあ5人衆でしたけれども、まあ、それを作ったという形ですよね。で、まあ、その作業をして自分がいなくなろうと思っている節があると。この言葉はどっちを示しているかがわからないですよ。どっちをっていうのは第26話の時点で、まあ、一応頼家が次の将軍っていう流れを作ったので、その時点でいなくなろうっていう意味なのか、それとも27話で今回12、まあ、最終的に自分も入っちゃったんだけども、13人衆になる前に12人衆で打ち止めして、そしたら12人が支えていくっていう構図ができるので、そこでいなくなろうとしていたっていう意味かもしれない。ちょっとそこはちょっと捉えきれないんですけれども、まあ、当初自分は入ろうと思っていなかったので、まあ、後者の考えでも問題ないのかなと思うので、まあ、頼家に対して基本的に思っていることは、予想通りですけれども、まあ、ご犠牲を、まあ、義時が発案したことっていうのは頼朝の言葉に基づいてっていうところですね。これはまあ、ああ確かになるほどなっていう、その義時の思考回路には頼朝の言葉が宿っている、なるほどなと思うところですよね。で、次に、三浦義村、畠山重忠ですけれども、ここはインタビューの中だと、義時が一番信頼しているのって誰なんでしょうかっていうクエスチョンに対して、義村というふうに言っているんですね。まあ、義時が信頼している人は義村であると。やはり自分よりいつも一歩先を行き、そして頼りにもなる人物。で、またこれは、山本浩二さんのインタビューからすると、頼朝の死にも動じない。なんならちょっと感情を少しこう、良くも悪くも冷めた状態で客観視して物事を見ることができますので、義時ちょっとほら感情的になる部分もあるじゃないですか。だからそういったところでも、まあ、結構信頼しているというところという感じですね。まあ、史実で今後の流れとかを見ても、まあ信頼に置けるんだろうなってところではありますよね。で、畠山重忠も同様で、これはまあ我々視聴者も思っていることですけれども、まあ誠実で凛とした感じであると。で、まあ彼の悪い部分をほぼ知らないのも大きいと。これは別に裏で悪い人物だってことを言ってんじゃなくて、まあ我々視聴者もそうですけども、すげえこう好青年として描かれておりますので、
まああの状態だったら普通信頼置くよなって感じなので、まあこの2人であると。逆に畠山重忠は、まあ、史実においては畠山重忠の乱というもので途中で理不尽に散っていくので、まあここでは詳しく言わないですけど、理不尽に散っていく運命ではありますので、でしかもそれって別に義時と VS にならない、心では VS にはならないんですよね。義時としては理不尽に VS 構図に持ってかれてしまうので、要は黒幕でも何でもないから。なのでそれは信頼を受けるから、そうするとその後まあ起きる牧師の変とかの流れにつながるっていうのは、畠山重忠をまあ信用しているってところから言って、信頼していると言って、まあ、そうなるようなってところですね。はい。で次に、頼時息子ですね、後の泰時ですけれども、これね、笑い話、全然ちゃんとした解説じゃないですけれども、小栗旬さんこんなこと言ってる、突然あんなに大きくなって複雑な心境ですよ、笑いって言ってました。だからこれは巻狩りの前まではちっちゃい子役がやっていたのに、いきなり巻狩りのシーンになったら、あの坂口健太郎さんの大人になったじゃないですか。だからそれを言ってるんだと思うんですけども、笑い話ですよね。でまあ、八重との子なので家族を守るという意思で、しっかりと、まあ、信頼関係というか大切に、一緒に過ごしていますと。で、まあ、それっていうのはやっぱり八重との子なので北条を守るという講義で、まあ、考えて大切に、まあ、一緒に生活しているわけではあるんですけれども、北条を守るって言った時に時折こう時政と対立したりとか、まあ、それこそ二代将軍頼家に決まった時に三井がちょっとそっぽ向いたりとか、北条家を鎌倉の中で影響力を持たせようと、なんとか続けようと思う中で北条家で対立したりもするので、意外と複雑な状況、難しい状況には北条を守るという講義で考えると、まあ息子との関係上は何ら問題はないけれども、他の面々とギクシャクしたりっていうのが時折出てきているので難しい状況になってきてますよねってことをまあおっしゃっておりました。はい。そして、ヒナですね。ヒナに対しては、まあ、確かになと思ったのが、まあ、史実、まあ、言い伝えだと、姫の舞という、まあ、名前で、このヒナという人物は、伝えられておりますけれども、史実だと、義時がヒナに、こう、ラブレターを多く渡していたと。だけれども、ドラマでそれは、義時は誰にやったかというと、八重さんにやりましたよね。でヒナはどっちかというとヒナの方からこうアプローチをして、義時はもういや八重がいたんでってことでこう心を閉ざしている状態でしたよね。だからその辺が史実とアプローチが異なりますよと。でヒナからの、すみませんこれがいらないですけども、ヒナからのアプローチ、まあその要は義時が八重に振り向かなくてもいいですっていうふうに言ったけれども、結果的に振り向いてくれたけれども、そのヒナが義時にあなたが振り向かなくてもいいんですっていうふうに言ったので、自分が八重に、まあ、言った言葉をヒナが自分に言ってくれたので、そこでこう被ったことによって心が凍り固まっていたものが雪解けしてヒナを受け入れたというようなことを言っている。この辺はなんで私過去の解説動画で予測で話してましたけれども、まあその通りであったと。なんですけれども、これはそれこそね、大姫が源義高の記憶が徐々に薄れていってしまう、あんなに愛していたのにっていうふうに言っていましたけれども、でそれはほら巴御前がね、まあ、そういうもんだというふうに言っておりましたけれども、まあ、義時自身も八重が徐々にこう薄れていってしまっていて、まあ、その戸惑いもあるということなので、まあ、それは人間的な部分ですよね。やっぱりその大切な人を失うと、もちろん記憶がゼロになったりとか愛する気持ちは消えないんだけれども、自然となんか脳裏に感覚としてですけどね、本当の記憶どうこうじゃない、感覚としてこう薄れていってしまうっていうのは、まあなんか人間として戸惑うところですよねって、非常に人間的な、まあ、心情であるというようなことをおっしゃっております。で、最後に、お兄ちゃん、もうね、冒頭の方で前時に殺されてしまった、お兄ちゃんですけども、宗時が、そもそも義時っていうのは宗時の意思を継いで、ある意味ずっと行動してきてるわけですけれども、源氏とか平家とかどっちでもいいと、武士たちが誰も気を使わずに生きられる世の中にしていきたいということをお兄ちゃんずっと物語っていたんですよ。だから北条が上に立つということをずっと言っていて、それはもちろん成し遂げられるんだけども、史実においてはなんですけれども、まあ、27話の時点では、まあ、25話までかな、実質25話まではひたすらやっぱり義時は頼朝を立てるということをしてきたと。で13人の合議制に関してもそうだし、鎌倉に残るという決断をしたこともそうですけれども、まあ、変なことに首を突っ込まなければ安泰と、まあ、なんならその13人の合議制のメンバー
中央に入らなくても別に13人の合議制のメンバー以外の他の有力御家人たちが蔑まれるわけじゃないんですよね。なのでなんでわざわざこんな争い事に、まあ、火種をくすぶらせたいんだろうっていうふうにこう13人の合議制であるとか、まあ、それこそ北条武勢引きとかで思っていると、なんかまた子供っぽい争いを始めちゃったなというような気分でこの鎌倉でのごたごたを、これ頼朝の時のことも踏まえてだと思うんですけれども、やっぱり心のどこかでもっとこう平穏な形にしていきたいということを常に思っていると。だからこの言葉が今後この言葉この心情自体がずっと生き続けるということであれば、考えられるのが結局今後義時っていうのは権力を握るんですよね。まあその執権という形で将軍の後ろで、様々なことをご自分で決めていくことになるわけなんですけれども、もしかしたらそれもなんかこうそれこそこの歴史の言い伝えだと、やっぱりこう義時結構権力を握ったね、なんなら独裁者的なイメージとかもありますけれども、気を使わずに生きられる世の中の上でそういう選択を取ったって考えると、またこれ歴史の考え方見え方変わってくるので、なんか 歴史というものを、なんて歴史の個別事象じゃなくて歴史とはっていうその言葉自体をなんかこう改めて考えさせられるドラマなので面白いなって改めて思いました。はい、じゃその他にちょっと7点ほど個別で、解説をさせていただきますと、この7個なんですけれども、まず今回から後鳥羽上皇が登場いたしました。はい、で後鳥羽上皇をなぜこの27話から登場させたのかという、もちろん子役では今までも出てきておりますけれども、がっつりですね尾上松也さんで、描いているのはなぜかというところなんですけれども、これはやはり第26話で、まあ、大泉洋さん演じる源頼朝が退場しまして、言うならば物語の中央に、まあ、どっしりとこう構えていた人物が抜け落ちたわけなんですよね。でまあ、尾上松也さんの演じるこの後鳥羽上皇が頼朝のポジションとして来るわけではもちろんないんですけれども、今後承久の乱で義時と対立していくので、実質的なラスボスになるんですよね。ドラマにおいてほぼ最終回ぐらいまで出てくると思いますので、最終回までは分かんないけど、もうほぼほぼ最後まで出てきますので、それを考えると、まあ、今回から実質、まあ、前回今回で後半戦スタートと言われておりますので、後半の最重要新キャラということでこのタイミングで出ていると。だって今回は別に実際は本編に何も関わってないじゃないですか。なんならほら例えば脚色上今の鎌倉殿の頼家が後鳥羽上皇に何々を伝えよっていうふうに言うだけで、別に今回出さなくても物語として成立するんですよね全然。だけれども頼朝消えました、後半戦は今度敵にはない、味方じゃなくて敵だけれども後鳥羽上皇が来ますよっていうことを、まあ我々視聴者に伝えるという意味で、その存在感を示すことに示すのためにわざわざ冒頭に入れたというような形で私としては解釈をしております。で大江広元の視線なんですけれども、まあ最初ね5人衆文官4人と梶原景時で頼家を支えていってくださいと。で訴訟に関しては仮と決め打ちをした上で最終的な判断は頼家、まあ、鎌倉殿に任せるっていう形で、まあ、義時が提案しておりましたけれども、それに対して大江広元は何て言っていたかというと、いや実際決め打ちまでした上で報告だけすればいいんじゃないですかってことを言ったんだけれども、それに対して義時は鎌倉殿のやる気をそぐわけにはいかないと、そぐ必要はないみたいなことを言うんですね。それに対してこのシーンではなかったと思うんですけども、比較的こういう、なんつうの、ちょっとこう目を見開いた形で、義時の方を見ておりました。で、これはその、大江広元を演じる栗原英雄さんのインタビューなんかを紐解いていくと、あまり感情を表情に出さない人物なんですけれども、結構こう視線で物語って、その時いろいろ考えてる人物であるってことが紐解くとわかるんですけども、ここの視線に関しては、史実として義時と大江広元っていうのは別にどっかでこう切り合うような仲にはならないので、史実としてはまあまあ仲間でずっと行きますので、それを考えた時には、え何お前何言ってんのじゃなくて、あなるほどそういう考えねと、その後しかもすぐ納得していたので首を縦に振ってうんうんって言っていたので、それを考えると、まあ、なんだろう、やっぱりこう御家人様々な中で義時のその才覚っていうのを買っている、才能を買っているというような視線であったというふうに私としては考えております。一方でもう一個視線で気になるところがあって、比企能員が文官たちを自分のもとに引き入れるために宴を開いておりました、宴会を開いておりまして、飲み会を開いておりましたけれども、接待飲み会ね、
他の文官たちは普通に飲み食いしてたんだけど、大江広元はお酒に手をつけずにこう引きをしかずの方ちょっとこう睨みを聞かせたりしていたんですね。でこれ今後史実としてまあ引きをしかずの変っていうものがまあ起きるわけなんですけど、そこでまあその若干アシストするんですよね、大江広元はアドバイザーとして。まあ、そこにつながっていく、引きをしかずは信用ならんっていうような視線であったというふうに私としては推測しております。はい。そして今回から、結城智光が出てまいりました。この琵琶の達人という形でございますけれども、で、この人物は来週のキーパーソンでございます。まあ、来週は梶原景時の編というものになりますけれども、まあ、史実ではね、そういうもので、まあ、予告映像にも梶原景時の編って出てるんで、まあ、そこま、それ以上はちょっと言わないですけど、何が起きるかに関しては、まあ、そのキーパーソンなんですけれども、琵琶がキーになるんじゃなくて、今回の演出として大切なのは、琵琶を通してミーとちょっとこう信頼関特別な関係になるというところがポイントでございます。別にミーと不倫するとかそういう話じゃない、そこまでじゃはいかないんだけれども、まあミーが若干ちょっとこうなんつうの、なんかいい男ねみたいな感じの表情を うっとりする表情を見せていたじゃないですか。だからそれによってこう要はなんていうの、信頼関係が生まれると心を許すと、その事象だけ、つまりとこ琵琶の話以外の話も世間話としてまあするようになるでしょう。これ別にあの恋愛関係関係なくても信頼関係があると雑談ってするじゃないですか。その雑談が梶原景時に、まあ雑談の中で、まあこれは史実って伝わってるから言っちゃって、中心肉に使えるという言葉が来週キーワードになるんですけれども、その言葉を発するまあ土壌を作った、土台を作ったのが今回の琵琶というような形ですね。まあそれ以上は来週に持ち越しましょう。で、陸が畠山重忠が今回13人の、まあ、合議制のメンバーに加わりませんでしてね、お断りいたしますと。もちろんこれは比企能員、まあ、今の埼玉県だと比企能員、足立統本、畠山重忠らが、まあ、今の埼玉がゆかりの地ですけれども、まあ、その中で比企家が一番強かったので、まあ、それもありつつ、まあ、畠山重忠非常に有能なので、ここに入ったところでどうなってところを思っていたと思いますので、まあ、入らなかったんですけれども、まあ、それ置いといて、陸があなたにはがっかりだわって言ったんですよね。そう、今後ですね、畠山重忠の乱、そして牧師の変という、まあ、史実的にというかドラマ的にもめちゃめちゃ大きい事象が、まだシナリオ出てないんで、何話になるかわかんない。多分30何話の後半の方だから40話近いところで描かれていくと思うんですけれども、まあそこへの伏線ですよね。まあ要は畠山重忠のことをよく思っていないというようなことを一回ここで見せることによって、今後改めてこの陸と畠山重忠との関係が悪くなりますので、まあそれへの伏線という感じですよね。はい。そしてですね、相変わらずドラマの中でいい意味でなんか一人だけもう我が道を行く八田さんでございますけれども、それこそ私の、YouTube の視聴者さんの間だと、八田建設の社長さんと呼ばれておりますけれどもね、土建屋でございますけれども、八田さん今回、比企能員にお金までもらって合議制のメンバーに入ったけれども、お金までもらっといて、俺は俺だ、みたいな感じで言っておりましたけれども、対はなさそうです。っていうのは、これは要は市原隼人さんのインタビューなんかを紐解いても、本当に我が道を行くタイプで、で本当にここでの言葉っていうのは別に本当に比企能員の指図を受けないというふうに本当に思ってるらしいんですよ。だから口だけツンデレで言っといて、本当は比企能員に頼まれたら全部イエスっていうかっていうと全然そうでもないんだって。本当に我が道を行くタイプで、今回の鎌倉殿の前でみんなで挨拶するシーンではさすがにあぐらかいてましたけども、なんかね、今後みんなあぐらかいてるのに、あぐらって当時で言うと普通にほら礼儀としてあぐらかくじゃないですか。だからね、一人だけ縦膝の時があるらしいんですよ。だから今後ちょっと注目したいんですけれども、だからなんかほんと我が道を行くタイプなので、でシナリオを見てもなんか北条対北条でもちろん敵になる時もあるんですよ、まあ、ある人物を殺したりしてますので敵になることもあるんだけれども、じゃ完全に敵かというとどうもなんかそうでもなさそうなので、本当になんか自分で全部一つ一つ自分の正義の中で判断をしていくような感じなので、わからん。なんか、史実でも私の中ではこういうイメージの人物じゃなかったので、なんかすごくオリジナリティある人物なんで、まあ俺は俺だなんで、そのまま我々視聴者も、それでこう、見守っていきゃいいんじゃないかなって感じですね。いい役ですよね、なんか。こういう現代人でいたいですよ、私も。様々なものに流されないでね。はい。で、足立智本が首を刺されなかった理由なんですけれども、これは分かりますよね、このシーン、ギャグシーンだったって。
一徹なところがある、一貫性があるところがあるというようなことを言ってましたけども、あれそんな思ってないからね。あの要は比企能員が畠山重忠にはメンバーに加わるなって釘刺した。なぜなら比企能員、畠山重忠は頭がいいし行動力もあるし、場合によっては自分の脅威になるから入るなっていうふうに言ったわけですよ。足立朋元って、まあ、ドラマの中でのイメージとしては、すいませんね、足立朋元のご先祖の方いたら申し訳ないですけども、ドラマの中ではなんか別にな人物じゃないですか。なんかあんま影響力ない人物だし、なんならほら頼朝が倒れた時も一番こうなんつうの、比企派でも北条派でもなんかこう角が立たないから報告役を担わされたりしておりましたので、なんかその人物なんで脅威だと思われてないんですよ。脅威だと思われてないから釘を刺されなかったというような形と解釈しております。はい。で多分ね、足立朋元が13人に入るっていうのは、比企能員は多分あの政子の前で決め打ちする前に、多分比企能員の耳に入ってないんですよね。最後に入って、義時の前だと最後に入っているので、なので入っちゃったのって多分一瞬だから比企能員は思ったと思うんだけれども、うん、まあ足立ならいいかというような感じだったんじゃないかなというふうに思いますね。はい。で政子と義時のセリフ省略なんですけれども、これはまあ三谷さんすげえっていう話で、ちょっと場面写真ないでここに持ってきてますけれども、今回最後の12人の合議制で行こう、12人衆で行こうと思ったら13人になりましたけれども、そこのシーン、政子、義時に何て言ったか覚えてますか、皆さん。何も言わないんですよ。視線で義時を見て、で義時は、いや、私はって言ったんですよね。あ、セリフは私はじゃないけど、いや、私は入りませんよっていうような感じで言ったんですけれども、これって結局、なんていうの、あの、セリフで全部説明、いい意味でですよ。いい意味で、丁寧にちゃんと視聴者に伝わるようにセリフで全部伝えようとする脚本家の方とかだと、その一言別にくどくないじゃないですか。あなたも入りなさいって一言入れても別にくどくないじゃないですか。でもあえてそのセリフを省略させて視線で示して、義時がもういや私はって言うっていう流れ、これセリフ省略してるじゃないですか。これうまいですよね。これはセリフを省略しても視聴者に伝わるって分かってるから省略しておりますし、なんならここほら、兄弟でしょ、姉と弟なので、あうの呼吸じゃないけれども、視線でそれがこう伝わる中ではありますので、まあ、それを示しているっていうのはうまいので、結構、あんまりこの鎌倉殿の13人っていうのは説明口調のセリフがすごく少ないので、そのやっぱり三谷さん映像で見せるために、まあ、演出が含めてですけれども、うまいなというふうに思いましたね。はい。その辺が今回、まあ、見ていて、お、面白いなと思った7選でございました。はい。そして、サウンドトラックボリューム2がですね、2週間前から、発売されましたので、久々に音楽解説させていただきたいと思います。まあ、どういうことかというと、このシーンでかかっている曲のタイトルはこれですという話でございます。あ、でもね、言ってもですね、なんかね、ちょいちょい、知らない曲がね、今回も混じっていたので、早くボリューム3出ないかなと思うんですけど、多分秋だろうな、出るのはって感じなんですけども。まず、若手6人衆が集結して、その後の三好康信がね、祭り事は訴訟のお裁きからみたいな感じの話しておりましたけれども、そこのシーンでかかっていた曲のタイトルはですね、あ、全然若手6人衆関係なく、頼りの小四郎という曲名でございます。これは多分、このシーンのために作られた曲ではない。多分ね、なんなら多分一番最初にこの曲がかかっていたのって、亀の前事件の後です。亀の前事件の後に、大江広元が、要は義時は大切にしましょうってことを鎌倉の頼朝に言っていた場面ありましたけれども、そこで初めてかかっている曲なので、これはまあ言葉悪く言えば使い回しだと思うんで、あまりここは整合性はないのかなってところですね。で、比企能員とか北条時政が俺もで何人衆がどんどん増えていくシーンでかかっていた曲ですけれども、これは結構ね最初の方から何回もかかっている曲で、サウンドトラックもボリューム1に入ってるんですけれども、わかりますかね、タータッ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 タっていう曲ですけれども、これね国取り競争曲っていう曲なんですよ。でこれはだいたい我々視聴者から見ると、うわまた打ちやもめしてるって、これ別に比企 vs 北条に限らず、なんか打ちやもめしてるとか、それこそコメディでの打ちやもめ、それこそだから政子とミーのちょっと姉妹喧嘩とか、そういったとこ含めてよく流れる曲なので、まあ国取りってのは抗議だけれども、まあ大体そういうなんすか、小賢しいパワーゲームの時にコメディ的なシーンでかかる曲という感じでございますね。でね、今回は曲名とがっちり合うのは
この子でございました。13人が決定して1人ずつ言って、最後に並びにエマの小四郎13人ですって、まあ、言うね、まあ、あのシーンで、その後すぐ頼家にあしらわれておりましたけれども、ここのシーンでかかっていた曲のタイトルは覚悟を背にです。まあ、ここは完全にこのシーンのために作られた曲名だろうなというふうに思いました。まあ、なので今回はそんなにこう比較的、まあ、13人が決まるっていう意味では重要な回でしたけれども、誰かが亡くなったりってシーンとかなかった回なので、まあ、比較的、あ、佐々木のじいさんは死んだのか、佐々木のじいさんは死んだけれども、まあまあまあ、あれは置いといて、まあ、比較的、まあ、穏便な回でございましたので、まあ、その中において13人決まりましたっていう覚悟の背にという感じでございました。まあ、今後もっとこうドラマチックな回とかだと、もっとあのなんていうの、強めな曲というかドラマチックな曲かかりますので、まあ、音楽解説できる限り今後もやっていければと思います。はい、で続いてですね、オープニングの名前順解説なんですけれども、オープニングというのは、あのオープニングのタイトルね、テーマ曲に当時に流れる曲、あのテーマ曲でな、こう小栗旬、新垣結衣って流れるところでございますけれども、ここはですね、まあ、あの当時ね、まだ新垣結衣さんとか大泉洋さん、西田敏行さんがいた頃に関しては、トップ中盤止めで、まあ、3箇所に分かれてるんですけれども、だいたいトップは小栗旬、新垣結衣で、最後中川大志さんで、中盤は山本浩二さんで始まって中村獅童さんで終わる、で止めは、佐藤二朗さんで始まって、まあ、ここだから佐藤浩一さんとかね、松平健さんと決まったんだけれども、で最後大泉洋さん、西田敏行さんという流れが多かったです。でトップは当然主役、ヒロインで存在感のある役っていうのが大体トップなんですけれども、中盤も大体主人公の相棒、わかるじゃないですか、で、重要人物が中盤の最後で、止めの最初はベテランの指折りで、最後2人は超重要キャストか2番目タイプで、最後一番最後は超ベテランかダブル主演の片方なんで、まあ基本超ベテランという形なので、これが一応基本的な、まあ大河ドラマにおけるセオリーなんですけれども、今回27面白かったんです。まずトップはほぼ変わりませんでした、てかまあもうほぼほぼ固定ですね、もう北条家にゆかりのある人物で固定です。まあ小栗旬さん、小池栄子さんで、まあヒロインじゃないけれども、まあ兄弟という形で、最後中川大志さんと変わらないです。で今回注目だったのは源頼家の金子大地さんなんですけど、なんと一人キャストじゃなくて野添さんとダブルで二人で、いました。なんでこの辺はやっぱりその頼朝に比べて頼家という人物が、まあ、立ち位置が言葉悪く言えば弱いというか、形をまあ示しておりますよね。はい、で中盤なんですけども、ここ面白かったです。これあの黒で記しているのは前回と全く同じで、今回小林隆さんと中村獅童さんの間に尾上松也さんが入ったんですけれども、後鳥羽上皇ね、私最後に入るか、ここに入る、この辺に入るか、どっちかかなと思って、結果的にはこっちでした。で理由が面白、ちょっと先に最後まで見ちゃいましょうか。先に最後を見ると、最後こうで、最後は新、まあ、市川猿之助さんちょっと最後にこう降りてきておりましたけれども、あの大泉洋さんいなくなって宮沢りえさんが初めて最後を飾りました。で最後はやっぱり超ベテランなので、まあ、宮沢りえさん、まあまあまあ納得いくんですよ、納得いくんですけれども、後鳥羽上皇、先ほど説明した通り今後ラスボスになるので比較的超重要人物ではあるんですけれども、だったら最後でもいいじゃんと思うかもなんですが、しかもほらここもね、いや中村獅童さんの後でいいんじゃねと思われるかもなんですけどもね、これねうまいなと思いました。これ結局まあまあ史実なんで言っちゃっていいと思うんですけども、まあ来週梶原の掛け時の編で長くても再来週までしか中村獅童さん出ないんですよ。ってことはいなくなるんですよ。いなくなった時に中盤の最後は重要人物なんですよ。納得いくじゃないですか。だからそういう形でなんか中途半端に下から2番目だねじゃなくて、違うんです違うんです、一番下に行くための準備でもここに最初からそれがこう示されているという感じなんで、うまいなと思いましたね。だから最後はまあ宮沢りえさん、ここだからずっと気になっていたのが宮沢りえ坂東彌十郎じゃなくて、坂東彌十郎宮沢りえできてた、やっぱ宮沢りえさんのその名女優としてのベテラン女優としてのあれで一番最後に置いているということですね。もちろん宮沢りえさんも今後牧師の変ってことが起きて最後退場しちゃいますので、どっかで消えるので、もしかしたらどっかのタイミングで尾上松也さんが最後に降りてくるってことは考えられなくもないですけれども、まあ、今後数話は最後は宮沢りえさんで、中村獅童さん退場しちゃったら尾上松也さんが中盤の最後って形で固定かなというふうに思います。
うまく作ってますよ。やっぱりだからこの全然ドラマの本編とは関係ないんですけれども、名前順もすごい考えられてるんで、結構こういうとこも見ていくと面白いです。はい、その上で、じゃあちょっと13人の決め方、ストーリー解説、まあ、簡易的な復習をしていければと思いますが、まず、13人を改めて見ますと、この13人でございますけれども、まあ、どういう順番で増えていったのかということをまず見てまいりました。ちなみに予習解説の動画見ていただいた方、ごめんなさいね。私、比企能員が、引き入れたのは、足立遠元と八田智家みたいな感じで説明していたんですけれども、結果的には足立森永が比企能員が入れていて、足立森永が比企能員が入れていて、足立遠元は北条が入れておりました。でなんで間違えちゃったかっていうとね、これ全然鎌倉殿の直接関係ないんですけども、宝島社から出ている、まあ、こういう本があって、まあ、これちょっと読んでいたら、まあ、北条派比企派っていうのがその前回間違っちゃった形でここに記されていたので、まあ、それで整理したんですけれども、結果的にはこういう形でございました。順番としては文官4人と一番信頼している梶原景時の5人衆から始まり、その報告を聞いた比企能員が俺も入れろで6人衆、それを聞いた北条時政が俺も入れろで7人衆、それに対して比企能員足立森永を入れ、北条時政が三浦義澄を入れ、もう一人いっとくっていうふうに言って和田義盛を入れ、そして八田智家を入れ、足立遠元を入れ、12人決め打ちしようとしたら政子によって義時も得られるという形の13人という流れでございました。じゃあストーリー軽く見ていければと思いますけど、まずは後鳥羽上皇の登場で、まあ、頼朝の訃報が届いて、頼朝の跡目さぞ重かろうというセリフを示して、後鳥羽上皇今回から出るでっていうのを示しました。その後、頼家の所信表明でしたけれども、父ができなかったことを引き継ぐと言って、その上で父を超えるという謙虚なことを言いましたが、その場で比企能員と北条時政のバチバチが始まりました。まあ、今後のね、さまざまな判断は御家人たちは比企能員を通すようにと言うんだけれども、北条時政がそれは自分がやるぞというふうに抵抗をいたします。そしたら頼家が2人を止めて実力あるものを登用するというふうに言ったけれども、それは全部梶原景時の入れ知恵でした。しかも梶原景時は頼朝様は御家人に心を開いておりませんでした、それがしを除きということを言っちゃうと、まあ、やっぱちょっと空気読めないよね、梶原の影時ね、この辺で頭はいいんだろうけどもね、というふうに思いました。はい、そして、蹴鞠の上手な時貫くんですけれども、頼家から義時へお願いが来ました。そう、若手人材を集めるようにということで、頼時とあと時貫、ちょっと年齢上ですけれども、はい、入れることにいたしました。スパイです。暴走しないように動きを逐一報告させるためという流れでございました。そんな流れの中で土帝道親の暗殺計画が今日で発覚いたします。で、暗殺を計画したのは一条家の御家人たち、まあ、縁のあるものであるということが判明いたしまして、一条家は大姫を嫁がそうとした先でございますので、まあ鎌倉とつながりがあるんじゃないかという疑い含めて、どう対処するかという伺いが鎌倉へ届きます。で、頼家自ら目を通して、当然まあ一条家とのつながりはあるわけでございますので、まあ、守ってあげましょうと御家人たちは言うんですが、いや別にその朝廷とここで敵対する必要もないし、暗殺バレたのはねダメじゃんっていう形で、まあ、関係者を処罰する判断をいたしました。まあ、あんまりね今回やっぱ人死んでるか、ごめんなさいね、門閣死んでましたね、今回門閣も死んでましたけれども、門閣はもう余裕で切り捨てられるというような形でございます。これで最後でしょ、多分。なんかすごいギャグ最後になっちゃいましたけどもね。はい。で、続きまして、御家人、若手御家人の勉強会ですけれども、三好康信に若手御家人への勉強会、始めます。で、政の、は訴えの裁きからということで、双方の話を聞いて判断いたします。今で言う裁判みたいな形ですけれども、まあ、それに対し、プラスして、まあ、私、ケマリの、ケマリって発音おかしいんですか、ケマリなんですか、ちょっとね、まあ、どっちもいいや、よくないけども、まあ、習わせると。で、これは、習わせることっていうのは、まあ、教養としての位置づけなので、重宝すると。私、子供の頃、ひいおばあちゃんが、テマリ
作ってたんですよ。マリにこう糸通して装飾するやつをひいおばあちゃん作ってて、でひいおばあちゃんは手まりって言ってたんですけど、もしかしてそれも手まりですか、ちょっと発音がどっちかわからなくて、だからそれと同じで手まりと一緒でけまりって言っちゃってたんですけど、けまりが正解なのかな、すいませんね、ちょっと名前ちゃって、あ、普通に埼玉なんだけどね、まあ、ちょっと すいませんね、まあ、それで読み方間違ってないので、まあまあいいとして、はい、あ、もう一個読み方あるけどね、まあまあそれ置いといて次いきますね。はい、でその後頼家さんなんですけれども、ちょっと頼家さんでうんざりしてしまうんですね、女同士のバチバチ含めて。まずもうとにかく訴えを多すぎる、訴えが多すぎる、もう山積みになってましたけどね、訴状が。まあ、それにもうんざりして、うんざりして疲れてるところに性質と側室がね、もうバチバチやっていたので、もうなんなんもう疲れたっていうような形でもううんざりしてしまうと。でまあ多分そういったこともまあ耳にしたんでしょう、義時は。もうどうしようかなっていうことで、まあ雛に、相談をいたします。まあどの程度ね口を出そうかなと。でまあ、ひなは比企家出身なので、まあ、比企家に育てられた頼家の性格を知っているということで相談と。困った時ほど助けてくれと言えない性格だということでサポートを買って出ると。これがまあ合議制の始まりという形となり、最初は文官4人と梶原景時という話から始まり、5人衆の話から始まります。まあ、ここはさっき順番に見ていたので軽くいきますけれども、まあ、訴訟の多さにうんざりしているので文官4人で表記を行って、鎌倉殿が採決、取り持つのは梶原の景時と。これまあ承諾されまして5人衆が決まりました。しかし比企能員がやってきて6人衆になり、北条義時も、あ、北条時政も入ってきて7人衆に増えると、7人となりました。そしてそれぞれが双方が人物を引き入れますけれどもここ笑っちゃいましたね。あの、佐々木のじいさんは死にました、千葉のじいさんはもうすぐ死にますと久々のギャグ回でございましたけれども、まあ、12人に増えまして、畠山重忠は辞退、陸は失望ということで12人となりました。でまあこれ以上増やせられないので決め打ちしようとしたら北条と義時も入れということで13人となりまして、これで決まりましたが、気に食わない、ね、13人になったことを不満で義時入っていることに怒りをぶつけるけれども、義時は新しい鎌倉をみんなで作ろうという形でございます。しかし VS 構図となってしまいます。頼家は父は心を許さなかった、御家人たちに心を許さなかったということで不満をぶつけまして、別途自分が決めた6人衆、この6人、岡沢田中野と比企家2人、北条家2人でございますけれども、6人衆を信頼することと言って、もちろん13人をないがしろにするわけではないですけれども、切磋琢磨していこうぞと実質的なライバル宣言をするという形で、鎌倉どうなっちゃうのっていう形で今回終わりました。まあ来週だからどうなっちゃうのって話が続くんですけれども、そう、来週の28は名刀の主というようなタイトルがついておりまして、もうこの通りでございます。梶原景時が来週暴走をちょっとしようと、まあその結城智光のね、忠臣二君に仕えずという言葉でございますけれども、まあちょっと暴走しちゃうんですよね。まあ正義ゆえにですね、そのちょっとでも謀反っぽいことをしようと、まあ要は愚痴すら許さないというか、会社の社長の愚痴を言っていたらお前は社長を殺すつもりなのかみたいな、なんか そういう性格だからさ。それで来週ね、そしたらもう御家人みんなが、今回もそれこそほら和田義盛がね、こいつを信用していない者が山ほどいますって言って、本当に山ほどいるわけですよ。だからそれで来週はもう窮地に陥るという形ですね。ただそれ来週でも面白いのは、まあそれはまあ史実でもそう、まあでも、まあ、これも史実でも出てるけれども、誰がそれを裏で手綱を引くの、誰が裏でコントロールするの、面白いんですよこれが。で義時一人でどうこうの話じゃないんですよ。ここが来週のね面白いところなんで、それはまた、来週の、皆さん本編見ていただくか、来週またですね土曜日に、私の方で物語解説という予習動画、シナリオブックをもとに予習動画出しておりますので、まあ、そちらで改めて説明させていただければと思います。はい、ということで頼朝亡き後半戦始まりましたけれども、頼朝がいないのはねやっぱり寂しいですけれども、まあそうは言ってもやっぱり後半戦も頼朝いなくても面白いですね。やっぱりこれは三谷さんの、まあ、力というか、頼朝を通して27話、26話前座をやってきたようなものでございますので、今後も期待できそうでございます。まあ、引き続き私の方としましては様々な
角度で解説してまいりますので、どうぞご活用いただければと思います。はい、本日は以上となります。ご視聴いただきましてありがとうございました。それでは。